経済、農業、漁業、森林、水道、種子、国の根幹となる産業が民営化の名のもとに叩き売られている。小泉一郎政権の大典法改悪で零細商店は崩壊した。労働者派遣改悪で非正規社員が巷に溢れた。農地法改悪は家族農家を否定し、農業を大企業に売り渡すものだ。漁業法も改悪され、漁業権を漁民から奪う狙いだ。森林法改悪で外国企業ですら簡単に、それも無制限に森林を略奪できるようになった。水道法改悪も引き続き狙われている。日本の水資源を奪い取るために、今まさに彼らは日本列島に住む先住民、つまり日本人を駆除し、この島を我が物にしようとしている。なぜ日本人は ABC 包囲網により戦争に巻き込まれたのか。なぜ日本人はアメリカの属国であり続けるのか。なぜ日本は世界のゴミ箱、そして人口削減のメインターゲット国なのか。日本人が邪魔な理由。これまでこれらの問いに対する回答は、政府もメディアも教科書も一貫して沈黙を守り続けてきました。軍事的に考えた際、地理学的に重要だから、四季があって自然が豊かだから、はたまた水源が豊富だから、当然こういった要因も十分に考えられますが、しかし紛れもなくこの国にはグローバリスト、国際金融資本家たちなどの権力者がターゲット国として狙うべき最大の理由があったのです。今回は、世界をコントロールする権力者がなぜ日本人を大幅に削減し日本を奪い去りたいのかについて、その最大の理由を暴露させていただきます。共に絶望し、共に希望を探していけたら幸いです。かつて日本の佐渡には金山があったことで知られていますが、皆さんはその付近の海底に想像を絶するほどの金が眠っていることをご存知でしょうか。結論からお話しすると、実はそこには金の含有率 40% もの金鉱脈が眠っています。含有率 40% というと、10トン掘れば金が4トンも発掘できるということですから、まず間違いなくグローバリストが狙う最大の理由はここにあります。にわかに信じがたいと思われる方もいるでしょう。しかし、株式会社住友金鉱山が運営する金鉱山のその内部資料には、なんとこれまた金含有率 36% と書かれていますから、佐渡の海底に含有率 40% の金鉱脈があっても何も不思議ではありません。これは日本の金鉱脈は他国の金鉱脈の平均値に比べて軽く100倍以上も含有率が高いということを示しています。黄金の国ジパング、伝説は真実だったのです。極東の島国日本、その地下には4つの大陸プレートが押し合っています。太平洋プレート、北米プレート、ユーラシアプレート、フィリピンプレート。陸プレートは地球の地殻を構成しており、地下から押され互いに押し合い、一方が他方の下に潜り込みます。これをプレートテトニクス理論と言います。そして日本の地下では4層もの異なるプレートが押し合い、しのぎ合い、重なっていますが、世界でもこのような複雑な地殻構造は日本だけなのです。プレートとプレートが衝突する箇所は強い圧力で鉱山は溶けてマグマとなり、そしてマグマは上昇して冷えて固まるのですが、その時に含まれる様々な元素は互いに引き付け合って一箇所に凝固し、結果金鉱脈も同様に形成されるので、日本列島の地下には4層プレートによる超自然的天然の精錬工場が存在していたということになります。ではなぜ今更になって日本の金に目をつけたのか。近年金が暴騰しており、2019年には 1g5000 円が2023年12月では1万円を超えました。4年で2倍強も値上がりしており、その背景にはドル石油体制の崩壊が関係しています。
1971年ニクソンショック以来、アメリカはドルと金の交換を停止したため、ドルは打艦紙幣から俯瞰紙幣となっていきました。金の裏打ちのない紙幣はただの紙くず、いわゆるトイレットペーパーと同じなのですが、ここで悪知恵を働かせたアメリカは軍事力で乱暴に裏打ちを図ったのです。そして中東諸国に、石油取引はドル以外でするなと命じました。この傍若無人ぶりにアラブ諸国は呆れ果て、怒り、自国通貨で取引を決行するのですが、これを許さないアメリカはこれらの国々に軍事攻撃を強行し、今日に至ります。こうしてイラク、リビア、クウェート、アフガニスタンなどが米軍に軍事占領され、イラクのサダム人は首、リビアのカッはナブ人。ちなみに言うまでもありませんが、こういった事実は日本のメディアでは隠され、それどころかアメリカが英雄のように報道されます。さて、こうした軍事力によってドルは強引に担保されてきました。しかし、もはや財政破綻状態のアメリカにこれまでの勢いはありません。それは欧州も同じですが、この欧米の没落に反比例して、近年ではブリックス諸国が急速に暴騰してきました。これらはブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの意味で、2023年にはそこにアフリカ連合、アラブ同盟、東南アジア各国など第三世界の国々が次々に支援、参加を表明と続いており、これはグローバルサウス、つまり第三世界経済とも呼ばれています。そのスタンスは反ドル、反欧米と明確ですが、2023年8月25日に南アフリカのヨハネスブルクで代表者会議が開催され、ブリックス新通貨が発表された際には、まさに金本位制を掲げています。すでにブリックスの一翼であるロシアは、ルーブルを金本位制とすると公表しており、そのためウクライナ問題の最中でもルーブル価格は2倍以上に跳ね上がったのです。今後ブリックスの台頭は世界の通貨を根底から変えていくことでしょう。現在世界の多くの通貨制度が金本位制に大きく舵を切っていますから、金が4年で2倍に高騰したのも頷けます。金こそ人類史を通じてまさに資産の王者なのです。現在の科学技術なら人工衛星などからも地下の資源を調査できると言います。なので上空から日本列島をスキャンして、どこにどれだけの資源が眠っているのかをすでに調べ尽くされていると考えられます。そして沈みゆく G7、 台頭するブリックス、これが意味するところのいよいよ日本の解体が始まったということ。戦後焼け野原、しかし経済成長を経た日本をグローバリストたちはアメリカという大国を使ってここぞとばかりに食いまくりました。それが失われた30年で、それから日本は経済成長どころか株価も GDP も賃金も右肩下がりになりました。すでに日本の美味しいところは食い荒らされて、残るは日本の天然資源、特に金だけになりました。国家予算の分取りも露骨になってきました。日本人の多くは国家予算は100兆円ぐらいだと思っています。しかし実際は500兆円近くで、残り400兆円弱は特別会計と呼ばれており、言ってしまえば裏会計ですが、恐るべきは日本人は総額も使途も誰も知らないということです。国会議員ですらチェックできません。まさに国家予算の8割近くが使途不明なのです。内閣も国会もそれを一切調べることすらできません。日本人はもっと自身が置かれた状況に気づくべきです。そのためにも日本人にはもっと絶望が必要です。真の絶望こそが真の希望となるからです。現在欧米を拠り所にしていたグローバリスト勢力は危機感を強めています。欧米ともに各国は政情不安、財政破綻、暴動勃発に見舞われており、そこで彼らは緊急避難先としてもこの島国日本に目をつけました。 NAT の事務局を日本に設置するという話や、 WHO の事務所まで日本に設置するという話まで上がっています。まさにこれは欧米崩壊という危機的状況で、焦ったグローバリスト勢力が日本に逃げてくるという図式です。つまり最低最悪の権力者たちは最後の砦としてこの日本に立てこもろうとしているということ。表向きではありますが、司令本部は差し詰め軽井沢にそびえるビル X の別荘ならぬ自家要塞かもしれません。これはもはや悪夢というしかありません。彼らが日本民族を駆除してこの島国を支配すれば、地下に眠る金だけでなくこの国の全資源も未来も丸々彼らのものとなるでしょう。
それは絶対に許してはなりません。僕たちは今一度思い出さなければいけない。真の国防力、国を守るということとは何か。それにはまず最低でも食料を 100% 自国で自給できる国にするということではないでしょうか。腹が減っても札束は食えません。腹が減ってもオスプレイはかじれません。食料を自給できないものは奴隷である。これはキューバの革命家ホセ・マルティの言葉です。今まさにグローバリストたちは日本の食料自給率を意図的に下げ、日本人を完全なる奴隷にしようとしています。随時無農薬農業仲間募集中。行動するかしないかは皆さん次第でしょう。僕は人生の全てをかけてこの国の食料自給率アップ、一次産業の活性化に尽力させていただきます。皆さん、今後ともアドバイスのほどよろしくお願いします。